はい、こんにちは。高須幹也です。今回なんですけれども、ご覧の通りですね、このプリウス、これ新車です。今回ですね、新たに、車を買い替えました。で、僕ね、ずっとプリウス乗ってたんですけど、その前もプリウスで、その前もプリウスだったかな。ずっとプリウス乗ってて、前のプリウスもですね、ちょっと古くなってきて、買い替えることになったんですよ。もう事務長にね、三木屋先生、そろそろプリウス新しいのに買い替えたらいかがですかってね、催促されまして、新型プリウスをですね、買いました。で、前のプリウスはそのままですね、下取りしていただきました。で、このプリウス、もう新型なんですけれど、前のプリウスとですね、何が違うかっていうと、まずフォルムが違うと、後ろ姿が違うと。で、これドアを開けて中のも紹介するんですけれど、ちなみにですね、この新型プリウスって、ランクがね、3段階ぐらいあって、グレードがあるんですよね。で、ちなみに、僕の今回のプリウスは、グレードね、一番下のやつですね。で、ハイブリッド車でございます。で、あれですね、2WD のやつなんですけれど、僕ね、基本的にね、車って、機能性重視なんですよ。で、別に高い車とか、特にいらないんですよ。よく、フェラーリとかさ、ランボルギーニとか、ロールスロイスとか、高級車が好きな人ってね、たくさんいるんですけど、僕ね、車ってなんか、あんま興味なくて、とにかくその乗り物として、ちゃんと機能してればそれでいいって感じで。で、トランク開けて、で、こう後ろ倒すと、ちょっとね、ベッドみたいになりますよと。ちょっと足ははみ出るんですけれど、最悪ですね、車で寝ることになった場合、ここを倒して、で、エアウィーヴを敷いて、布団かければね、結構寝心地いいんじゃないかなと。ビジネスクラスぐらい、あるいはそれ以上の寝心地がいいんじゃないかなって感じで、まずその後ろのね、後部座席を倒すことができますよと。で、運転席に行きましょう。運転席に乗り込みますと、まず右側に ETC カード入れるとことか、あと給油口を開けるとことか、トランク開けるとことか、あとアクセルとブレーキがあるわけなんですけど、アクセルとブレーキありますよね。で、その左側に、今までだったら、サイドブレーキを、かけるためのね、踏むところがあったんだけどね、それがなくなったんですよね、今回。で、その代わり、これ、あれですよ、パーキングにすると自動的にサイドブレーキがかかるっていうシステムに変わったんですよね。だから、どんどん進化していって、で、スイッチボタンも、これ、ハンドルの左側になったんですよ。前は右側で、で、その前は左側だったっけな。で、なんかね、プリウス買い替えるたんびにこのスイッチボタンの場所がね、右と左入れ替わる感じがして、僕的にはこれね、そろそろ統一してくれよって思うんですよね。やっぱり車変えるたんびにさ、なんか変わるんですよね。なんか場所が、スイッチボタンとかいろんな機能がね。その都度ね、覚え直さないといけないし、その買い替えた時に前の記誤が残ってると、なんか誤操作しそうで、それが原因でね、事故を起こしたら嫌だなって感じで、なので、僕車買い替えたらね、まずしっかりとね、どこに何があるかっていうのを頭に叩き込むようにしてるんですよ。で、カーナビはね、さっき紹介いたしましたが、画面はですね、そんな大きくないですね。で、プリウスのね、グレードが上がると、一番上と2番目のやつはもっと画面がでかいんですけれど、この一番下のね、グレードのやつはね、カーナビの画面がね、こうちっちゃくなっちゃうんですけど、いいかなと。そんな、画面がね、でかくなくてもいいかなと。で、時々テレビ見たりとかもするんですけどね、そんなに車の中でテレビ見ることもないし、で、もちろん運転中はテレビね、画面見ちゃダメだし、映らないようになってるし、でもテレビのね、音楽流しな、音だけ流して運転するっていうことはありますけどね、っていう感じでね、カーナビの機能もですね、一通り、チェックいたしました。そんなに難しくないと思いますね、カーナビの機能はね。あとは、普通に CD 入れて音楽聴いたりとか、
あと SD カードの差し込んで音楽聴いたりとかっていう機能は普通にありまして、でハンドルにはこのナビのねあれですよ、 Bluetooth の機能を変えたりとか、あるいはその CD とかテレビ切り替えとか、まあ、そのボタンの位置もですね、前回のプリウスとそのハンドルの反対側になったんですよね。前は左側についてたのが右側になったりとか、まあ、やっぱりねいろいろですね場所が変わるんですよね。なんかプリウスって変わるたんびにね、あっち行ったりこっち行ったりね、ボタンの位置が変わって、で前に戻ったりとかまた変わったりとかって感じなんですよね。まあこういう感じで画面を、倒して SD カードとか入れることもできて、あとエアコンですね、まあ、エアコンの機能は普通に充実してまして、でこのハンドルのところにいろんなボタンがあるんですけどね、もうハンドルのボタンの、ね、場所がねコロコロ変わるんですよ、プリウスね。で、前の方にはこういったね、速度とか、あと燃費とかを表すのがあってね、やっぱりね、プリウスみたいなね、ハイブリッドカーはね、燃費がいいのはいいですよね。やっぱりガソリンスタンドにさ、給油しに行くのもね、まあ結構めんどくさいといえばめんどくさいし、ガソリンなくなるのをね、焦りますからね。あとここはね、USB の充電ができたりとか、これはタイプ C かな。で、ここはシガーソケット。まあ、シガーソケットのところにいつも挿して、スマホの充電してたりとかしてたんですけど、まあ、直接ね、タイプ C がありますよ。で、つなげますよと。で、いろいろね、このジュースの缶とか入れるところとかありまして、僕はいつもガムを置いてるんですけど、で、ここを開けますと、鏡がありますよ、と。っていう感じで、で鏡のこうね閉めるとそこにカードを入れたりとかするところがありまして、でライトつけるところ、そうですね、右と左とあとドアのライトっていうのがあって、このライトのボタンもね、カチッっていうボタンじゃなくて触るだけのボタンになってて、うん、僕ねカチッっていうボタンの方が本当は好きなんですけどね、なんか入ってます感がありますんでね、触るだけだとこれ本当につくんかなってなんか不安になることありませんかね。あ、そうそう、これでね、あとこのバックミラー、これねデジタル式になってるんですよ。なんかデジタルが標準で、デジタルで後ろが見えるようになるんですよ。で、あといろんな機能、何ですか、ドライブレコーダーの機能とかもあるんですけど、これそうなんです。これいろいろ操作できるんですけど、結局ね、デジタルで後ろを映すとですね、なんか画面に反射してよく見えないんで、まあ、結局そのデジタルの機能僕使ってないです。切って普通の鏡にして使ってますね。その方がね、やっぱり安心感がありますよね。で、あとこの運転席のこの肘掛けのところ、まあ、ここを開けますと、またね、これいろいろ差し込み口がございまして、まず USB、これタイプ C かな、まだ使ってないんですけど、それが2つほどあって、で、あとここを開けると、ここは普通の USB の充電ができるっていうところかな。はい。まだね、使ってないんですけど、差し込み口がね、たくさんあるのはね、なんかありがたいなって思いますね。例えば人をたくさん乗せた時とかね、みんなに充電させてあげることができるっていうのもありますんで。で、これ後ろのドアね、後ろのドア開けるところの取っ手がね、左側の上の方にあるっていう、これも普通の人わからないですよね。別に今まで通りでも良かったのになとか思っちゃうんですけど、まあちょっとかっこよくなったっていうのはあると思いますけど、で、これ後部座席。後部座席のここには、まあ、普通のね、電源の差し込み口がね、ありますよと。ここでまたいろいろ充電できたりとか、なんか電化製品使ったりとかすることもできるわけでございます。で、先ほど、説明した通り、この後部座席をこう前に倒して、あ、これ、あれですね、頭を乗っけるとこも上にできますよと。で、ちなみに、革張りではないですね。はい。グレードがね、一番上と二番目はね、革張り、まあ、合成の革なのかな、それでも。だけど、一番下のグレードはね、革張りではないんですけど、でもね、結構、触り心地いいし、座り心地もいいのでね、全然 OK だと思います。ということで、今回は新車のね、新型プリウスの紹介でした。ではまたー。